皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうです。今回は、東京オリンピック銀メダル、ウェンビー、そしてゴベアを擁する、驚異のツインタワーで有名な、フランス代表の NBA 選手を紹介していきたいなと思います。それでは、どうぞ。まずは、ロスター紹介、1番から10番。この中で NBA 選手は5番のニコラス・バトゥーム、そして10番のエヴァン・フォーニエがいます。あとは1番のフランク・ニリキナも昨シーズン途中までは NBA にいたんですが、まあ怪我等の理由によりウェーブされたのかな、確かという形で今は2人という形です。他にも7番のヤブセレは NBA では活躍はしてないんですけども、よく名前を聞く選手なのかなと思います。とてもガタイが良くてフィジカルなプレーも得意な選手で、ニリキナについても触れるとすれば、とても優秀なディフェンダー、対人ディフェンダーですね。相手のエースガード等にマッチアップして相手を苦しませることができる本当に優秀な選手です。続いて12番から99番、この中では27番のルディ・ゴベア、32番のビクター・ウェンバンヤマ、99番のビラル・クリバリが NBA で活躍しています。特に32番のウェンビーと99番のクリバリに関しては、昨シーズンドラフトで入ったルーキーということなんですが、その中でもすでにかなりいい活躍をしていて、今後はとても楽しみな選手。ゴベアに関しては今更話すことはないのかなと思うぐらい、とても優秀なリムプロテクター、 DPOI も数多く獲得している優秀な選手です。それでは選手紹介に行きましょう。まずは現在 FA ではありますが、昨シーズンニックスとデトロイトピストンズで活躍していたエヴァン・フォーニエ。フォーニエといえばとても優秀なスリーポイントシューターということで有名です。昨シーズンは何でしょうね、ワールドカップの疲れもあったりとか、あとは試合にそもそもほとんど出ることができなかったということもあり、なかなかシュートタッチを戻すことができなかったということなのかな。スリーポイントが 25.4 とキャリアの中でもかなり悪い方になっていたのかなと思いますが、本来の力を発揮した時のフォーニエは本当に凄まじくて、なかなか止めるのが苦労するタイプの選手です。今回のフィバルールの方には毎回すごい活躍しているということですので、今日行われる日本戦ではかなり苦しむことになるんじゃないのかなと思っています。続いては大ベテラン、ニコラス・バトゥム。NBA 歴が16年の大ベテランであるバトゥム。本当にかゆいとこに手が届くようなロールプレイヤー界のオールスターといっても過言ではないのかなと思っています。203センチとフォワードとしてはそこそこの身長ではありますが、ディフェンスがすごく良く、またスリーポイントも試投数こそ少ないですが、与えられた機会を確実にものにするというぐらい、本当にスリーポイントも 39.5% で決めるなど、本当に有用な選手です。やはり、なんていうんですかね、コンテンダー、優勝を目指すチームでは彼のようなベテランが必要ですし、彼のようにかゆいところに手が届くような選手は本当に欲しいのかなと思います。フランス代表でどれだけ彼の活躍が見れるのか、今からとても楽しみです。続いては4度の DPOI に輝いた最強のディフェンダー、ルディ・ゴベア。リムプロテクターとしてとにかくリム周りでは強力な姿を見せるルディ・ゴベア。本当に彼がいるのといないのとだとチームのディフェンス力が変わるって言っても過言ではありません。ガードにもある程度ついていくことができますし、何よりペイントエリアでフィニッシュをしようとした際、ゴベアがいるとほぼほぼ決められないっていうぐらい本当に強固なディフェンス力を持つゴベア。ディフェンス3秒ルールがないフィバルールの中で常にペイントエリアにゴベアが入れる状況を作り出されると、本当にアメリカ代表や他にも NBA 選手が多いカナダ、オーストラリア等もなかなか得点をすることは厳しいんじゃないのかなと思います。改めてこの後出てきますが、
ウェンビーと組んだ際のゴベアはあまりにも強すぎると私は思っています。続いては規格外のルーキービクター・ベンバンヤマ。ウェンビーに関しては今更とにかく言う必要はないのかなと思ってます。各メディアでも規格外の怪物ということで取り上げられてますし、私もショーツで、あとは動画ですねとかでも紹介してますが、本当にめちゃくちゃやばいルーキーです。身長が224センチでウィングスパンもとにかく半端ない長さを持っているウェンバンヤマですが、ハンドリング能力も非常に高く、ガードとまではいかないにしてもそれなりに近い能力を持ってますし、シュートタッチが何よりよく、スリーポイントも結構高精度で決めます。まあシーズン序盤の方とか若干外してたとこもあったので、確率で見るとそうでもないのかなと思うところはあるのかもしれませんが、そんな印象通りっていうか数字通りの印象ではない感じですね。とにかくガードにもある程度ついていくことができますし、抜かれたとしても後ろからブロックをすることがとにかく容易で、中のゴベア、外のウェンビーとなってしまうと相手はどうやって点を取るのか、そこがとても楽しみです。最後に紹介する選手はワシントンウィザーズに在籍しているビラル・クリバリ。クリバリに関しては昨シーズンのドラフトの時の動画を見てた印象で、大変申し訳ないんですが 3&D というイメージがとても強かったんですよね。とにかくディフェンスが良くて、スリーポイントの精度がバカ高いような選手っていうところで、そういう感じで NBA でもやってるのかなと思って、今回このハイライトを流してるとは思うんですが、それを見てるといろんなことをするようになった選手なんだなっていうのが改めて印象が変わりました。ドライブもしますし、ゲームメイクもしますし、中に切り込んでってのミッドレンジもします、ダンクもする、本当にいろいろなことをするようになってきたクリバリ。まあルーキーとしていろんなことに挑戦してることはいいことだと思いますし、 3&D として、まあ3ポイントも6本ぐらいの指導で 34.6 っていうところで、まあ慣れてくるともっと入るのかなと思うんですが、とにかく彼はディフェンスがいいっていう印象がとても強いです。そのディフェンス力を生かしてどれだけここから頑張っていけるのか、そして日本を苦しませるのか、その辺を見たいなと思っています。どうだったでしょうか。東京オリンピック銀メダリストのフランス代表について今回は紹介してきました。とにかくやっぱり夢があるというかロマンがある、ウェンビーとゴベアのツインタワー。まあもちろんここからまだまだ連動というか、なんていうんですかね、もっと組み合わせというか連携もうまくなっていくと考えた時に、本当に怖いチームだなと思っています。ここには本来であればエンビードも入ってくるってことを考えると、どんだけでげんだこのチームとは思ってはいたんですが、まあ結局エンビードはアメリカを選んだので今回はそこにいませんけども、この2人だけでもやはりディフェンス力は半端ないですし、まあオフェンス力がどうなるのかってところはいろいろ問題もあったりするのかなと思ったりはします。それこそこの間のフランスとブラジル戦かな、見た時にゴベアがちょっとファールトラブル気味になってしまって、まあウェンビーのワンタワーというかワンビッグで戦ってるシーンが結構多くて、本戦でこの2人がどれだけ無双できるのかってところは見れてあんまりいなかったんですけども、ここが今日行われる、まあ今日の深夜なんで今日って言っていいのかどうか分かんないですけど、そこで日本戦でどれだけその2人の脅威ってところが披露されるのか、そこがとても楽しみかなと思ってます。別に日本を下げたいとかっていうわけではないので、私はそういう意図で言ってるわけではないんですけども、逆にこんだけ強い選手たちが集まっているフランスですので、日本がどれだけそこに戦えるのかってところはとても楽しみなんですよね。いろいろ挙げてますけど、ウェンビーとゴベアのディフェンス力、クリバリの相当ですね、その対人ディフェンス能力ももちろん高いですし、ヤブセレのガタイのいいフィジカルプレー、フォーニエの外、そしてバトゥムのいぶし銀な活躍、そういった選手たちがいる。もちろん他にもいい選手はたくさんいるんですけども、その中でそのフランス相手に日本がどれだけ戦えるのかってところはとても楽しみですし、このオリンピックを経ていろいろ学んだこの NBA 選手たちがどれだけ今シーズンか、活躍できるのかとても楽しみです。本日も最後まで動画のご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。